バリ可愛い。では参ります。大きな拍手をお迎えください。
く踊りがこんなもんなんだよというのを見ていただきました。でここでですねちょっとあの阿波踊りのね踊り方とかあのこういう楽器とかの紹介をしてさせていただきたいと思います。でまず三味線こんな踊りまずはですねあの今日、楽器のね紹介をしていただくのはうちの鳴り物の上でリーダーをやっております志村さんお願いします。じゃあ紹介お願いします。皆さんこんにちは。これから鳴り物を紹介させていただきたいと思います。阿波踊りが始まった発祥っていうのはもともとは三味線から始まってます。はい、始まりは三味線だと言われています。では三味線の音をちょっとこれから聞いていただきたいと思います。次に笛を紹介したいと思います。笛は基本的に、メロディーを奏でる楽器となってまして、これは竹でできています。それではちょっと踊ってもらいながら音を聞いてください。太鼓がちょっと2種類あります。はじめにこの小さい太鼓、これは締め太鼓っていうふうにちょっと高い音が鳴るんですけども、ちょっと聞いてみてください。踊りはですね、阿波踊りは女性
りがあります。男踊りは女性と男性どちらも踊ることができるようになっています。まずはこのピンク色の衣装を着た女性の女踊りから紹介していきます。じゃあこのようにですね、少し内股気味にまずは足を巻いていただいて、肩も男性とは違って脇を締めて肩を少し下ろしたような滑らかなラインが出るようなものが特徴になっています。一度踊っていただきます。
Thank you.
はい、どうもありがとうございました。それでは皆さんお楽しみにしていました。一緒に踊って、玄関まで一緒に踊る、一緒にやりましょう。ぜひちょっとじゃあエリナ先生ちょっといいですか。皆さんぜひ大人の方も一緒にですね踊りながら、どうもありがとうございます。
長お願いします。